身長ビヨーン、石井学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、今日はですね、9月の26日土曜日ですね、9月もう終わりを迎えそうなんですけど、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。少しだけね、明るいニュースもね、増えてきてるかなというようなね、気もするんですけれども、前向きにね、ポジティブに、これからもね、診療ね、どんどん続けて、みんなと一緒にですね、ポジティブエネルギーをですね、高め合って、より一層ですね、いいクリニックをですね、作っていきたいと思います。もちろんね、それと同様ですけど、ポジティブなチャンネルを作ってみんなとね、一緒に身長伸ばしてですね、いい場になればというふうに考えております。それでは今回は、身長先生を聞けのシリーズで、これで第4弾ですね。第4弾をさせていただいて、今回これが終わったら、だいたい1週間ぐらい経ったら、無料採取身長予測の4、まあ4ですね。そちらもやっていきたいと思いますので、無料採取身長予測ね、ご希望の方はチャンネル登録を今のうちに済ませていただいて、この動画のね、次の配信で無料採取身長予測やりますので、今のうちに、ね、準備してください。早速ですけどもね、成長の記録とかね、もう先に準備しておくと、先の方にコメントできますね。そうすると、私もね、できるだけ早く回答させていただくことができます。それですね、今回ね、まあ、質問ね、答えてる内容を最初にちょっとシェアしていきたい。まず一つ目が、まあ、ナイキ星人さんとか、イキリオタクキッズさん、あと、西欧さんですね。G 行為をすると身長がね、伸びなわけなのか、影響があるのかっていうところについてね、お話をね、後でさせていただきます。もうこのね、質問ってめちゃくちゃ多くて、毎回コメント欄に1個はね、あるような内容なんで、まあ、相当皆さんもね、気にしてらっしゃるのかなというふうに思います。このチャンネルじゃなくて、前の私のですね、もう消えてしまったんですけど、旧チャンネルの方でも、この G 行為に関する論文をですね、まあ、紹介させていただくのも視聴回数確か1万回は、ね、しっかり超えてたかなと思うんですけど、まあ、人気だった内容になりますので、後でね少しお話をさせてください。はい、次が白黒猫さんの重いものを持つと背負うとですね、身長伸びなくなるのかとか、あとですね、君の卵になりたいさんの成長の記録から170人いくのかどうかを一緒にですね、ちょっとパソコンを使いながらね見ていきたいと思います。まあ、そして最後はですね、まあ、モデルを目指してらっしゃるお子様の身長が将来165にいくのかどうか、そちらもまあ同様ですけど、成長の記録の私の成長シートを使いながら強化していきたいと思います。あとは先生が知っている驚いた成長記録を教えてください、で近藤水君ね、高校生が年齢の結果を教えてくださいというところですね。まあ、このね質問について答えていきたいと思います。それはまず最初の一つ目の質問ですね。もうこの質問が皆さんにとっても一番聞きたい質問なんじゃないかと思うんだけれども、 G 行為をねすると身長が伸びなくなるかどうかっていうことですね。まずは G 行為をすると身長が伸びなくなる説というのはどういったようなまあ原理かとね、皆さんとおさらいしたいんですけども、まあ、そういった行為をするといわゆる男性ホルモンが分泌されて、性ホルモンというのは、ね、急激に身長伸ばす作用もあるけど、それと同時に骨端性を閉じるような作用があるため、そういったのですね、まあ、懸念するわけですね。まあ、そういったのがあるかどうかと。あともう一つはその G 行為自体によって亜鉛やタンパク質やアルギニンなどが放出されてしまうというようなことをですね、まあ、言う方もいるはいるというようなところになります。でまず結論から言ってしまうと、分からないというのが、まあ、結論になります。なんでこの現象に対して答えが出ないかというと、そういったものに対して研究に参加してくれる人が絶対にそんなにいないから。まあね、皆さんもねご存知の通り、まあいわゆるそういうなんていうかな、かなりこう、なんていうかな、なんて言ったらいいんだろう、プライバシーか。プライバシーの高い内容になってくるので、限りなくですね、皆さんもそういったのを公表しないでしょうから、そういったのもあってなかなかですね、その真相というのを掴むのは難しいと。ただし、前ですね、私の方で紹介させていただいた論文とかですと、まあ、いわゆるそういったような行為、もしくは性、まあ、セクシャルな行為をすると、男性ホルモンが一時的に分泌が上がるというような論文は出ています。で、それと同時に、その一時的に上がった分泌は、継続的なものではなくて、本当に一時的なものであるということですね。だから継続的、長い目で見ると影響がないでしょう。ただし、超短期的に見ると影響があるでしょうというのが、その論文の結論になっています。なので身長に対して、ね、影響が全くゼロかというような表現をされるとゼロではないと思うんですけども、じゃあそれが影響を及ぼすか、身長をです、ね、具体的に下げるような効果があるかって言われると、まあ、おそらくはそこまではないのではないかというふうに推定されます。あとはそういった行為を全くゼロのまま、例えばですよ、まあ、最終身長を迎えるまで一切やらなかった人みたいな、そういう人をです、まあ、見つけてくること自体も難
難しくなってとか、そういったのがあって、まあ、なかなかね、現実的にはあまり関係ないでしょうというふうにね、まあ、考えて、傾向を、ね、見ていくしかないのかなというふうに思います。参考に、ね、なりましたでしょうか。まあ、結構ね、難しい内容というか、まあ、本当プライバシーの、ね、高い内容になってくるので、まあ、診察室とかですね、直接聞きにくい内容になると思うので、まあ、こういった動画を通してだと、皆さんもね、まあ、なんとなく、まあ、見やすかったりだとか、すると思うので、参考になったと思いますけど、どうでしょうか。